エティエン・ベリコニャは、スロベニアシェンペテルブロトイバシシェンペテルプリゴリツィ、出身のサッカー選手、ND ゴリツァ所属。元スロベニア代表。ポジションはフォワード。2008から09シーズンのスロベニアリーグ、得点王である。スロベニア西部、イタリアとの国境近くの町シェンペテルプリゴリツィの出身。2006から07シーズン、17歳で ND ゴリツァのトップチームに昇格。2008から09シーズンには17得点を挙げ、20歳でスロベニアリーグ得点王を獲得するとともに、ヤングプレイヤーオブザイヤーに選出された。ベリコニャにはイングランドのミドルスブラ FC、フランスのアージオセールなど多くのクラブからの興味が報道された。翌2009から10シーズンは2009年10月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、約半年にわたるリハビリを経て2010年4月に復帰した。2011年1月17日、ベリコニャは NK マリボルと契約を結んだ。契約期間は2013年12月31日まで。マリボルは、ベリコニャ獲得の対価として、ゴリツァへ26万4,000ユーロの移籍金を支払い、加えて22歳のストライカー、ビトプルトを放出した。2012年7月、カーディフシティ FC へ完全移籍。2015年1月8日、ジュピラープロリーグのリールス SK に、シーズン終了までの期限付き移籍で加入した。スロベニア代表としては、2009年8月12日の 2010FIFA ワールドカップ予選サンマリの代表戦にて、初出場。2010FIFA ワールドカップでは、代表入りを逃したが、ワールドサッカーキング氏が監修した OCN スポーツの大会特設サイトでは、機動力と鋭いゴール嗅覚を持つストライカーと、代表選手に並んで紹介がされた。ありがとうございます。